死ぬのと思う自らも候補を出しているんですね。名護市の補欠市議選には自らの候補も出している。でも公示前ですから名前は言いませんでした。これは確かにね、本当の正当な選挙活動でしたよ。それに比べて稲嶺進の選挙陣営のあの選挙運動は何ですか。これが沖縄のアイデンティティで、皆さんこれを共有するんですか。こういうことを恥ずかしいじゃありませんか。確定としたアイデンティティがあるという、この県民がこの選挙違反をわざわざ見逃して、ああやれやれやって、こういうのを共有するんですか。じゃあ選挙違反やったりとか当選した、じゃあこの当選した方は選挙の運動でもなくても、あらゆる分野でこういうことをやってるんですよ。選挙違反のみならず、自分が市長になろうが、そして県知事になろうが、いや、あらゆる分野でこういう違法行為をやっているということなんですけど、大長さんも白馬さんもみんな証明しましたよね。自分らが選挙違反で市長、あるいは県知事になったんだけども、それを悪用して何をやってるのか。そう、皆さんの知らない前で、皆さんが知らないとこでは闇の中のカラスというんですかね、その中で何をやってきたんですよね。今まで何をやってきたんでしょう。まあそれは小長さんと白馬さん本人に直接聞いてくださいよ。私たちは喋れませんから。え、皆さん直接県庁に電話で、小長さん今何やっておりますか、白馬さん今市長所にいますか、何やっていますかって聞いてくださいね。市長になって知事になって、その間何をしてきたんですかと問い合わせの電話でてくださいよ。そうすれば分かりますから、私たちが言わなくても。まああれだけのね、選挙違反を繰り返してですね、稲嶺さん負けたんですからね。本来なら今までの手法でやっていたんならね、やっぱり相手候補に大差をつけて勝っていたと思いますよ。でも名護市民は賢い、確かにだ、今回は賢い判断をしました。それはどういうことかといいますとですね、私たちが市の裏側で市長さんの58号線沿いでですね、こうしてスピーチしておりました。そしたら手術前投票を済ました方が私たちをですね、見ていたんです。最初は何事かと思ったんでしょうね。別に相手の候補を言う、ね、市長候補の名前を言うわけじゃないし、ただベラベラしゃばって、あの人たちは何をしゃべってるんだろうという、まあ国民応援が高かったかな。そしてしばらく聞いておりましたね、私たちの水月報を。そしたらそのおばさんですかね、来て、いやあなた方よく言ってくださいました、本当にありがとうございますと言ってね、頭下げてきたんですよ。この方も名護市の選挙にはこのオールワーク沖縄とかね、ジャジャネットですか、社民党に大に騙されたと嘆いていまして、そして今回の市長選でも個別訪問ですか、個別訪問した人が来てですね、現者が述べた通り、私の前で本人の言葉、本人の口からですね、個別訪問して、野口候補は市長候補には出てないから、あの市議候補ですからねということで、野口頑張れと書きなさい、そう言われて、と思ったそうです。でもその時はそれなりに、まあね、まあまあパッと感じで、この個別訪問に来た人を追い返したそうです。これは現実なんですよ。こんな選挙期間中にですね、相手の候補の名前を市長候補だというのに、市長候補ではなくて市議会の補欠候補だという、こういう風にしてね、物理的にも政治的にも相手も落とし入れようとするんですよ。これが今までこういうのがね、沖縄の選挙では
有明市長、那覇市長選、那覇市議選、あるいは知事選でも、こういう手段が、こういう手法、あるいはこういう手段を取ってきた、オール沖縄なる、この団体とかいたってことで、恥ずかしいじゃないですか、皆さん。ね、名護市民の方が目覚めて、この私たちに告白した方はですね、この今2期目を務めている中核派ですか、なんとかいますよね。まあこれは名前ほかほかほかなんとか君子と言います。これは今度の新聞にも載っかった大きな事件を糸満市で起こしたこの人物ということで、私たちが訴えてきました。まあ言えば分かるでしょう、ってことだから。今の金城陛下が皇太子時代に糸満市白林堂から襲ったその人物ですよ。他の準備ですか。こいつがね、奥さんが名護市です。名護市で、まあ、看護をやっていたそうです。で、奥さんに同居して、いろんなその選挙運動員、運動員として、一生懸命頑張ってやってきて、で、当選したそうです。まあ、このことで当選しましたけどね。でも、この運動員が分かったのは、騙されたということしか分からなかったということなんです。後で分かったんだ。当選して初めて、この当選者の素性が分かって、みんなね、びっくりしちゃって、なんて。じゃあ、どうして私はああいうことをやったんでしょうって。と結構騙されたんですよ。騙されて、運動員にされて、一生懸命、個別訪問したり、いろんな運動をね、運動活動して、そして騙された。